はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。3月は31日、なぜかバタ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 してましてですね、いろんなことでなかなか動画撮れないということなんですが、これ行きましょう。昨日30日の2時9分午後ですね、今から1日ちょい前に出たロイターの記事でございまして、金融不安でリセッション懸念が再浮上、5つの注目指標の現状というタイトルでございます。まあ、地味なタイトルですね。ちょっと読みましょう。2分で読むと。シリコンバレー銀行、SVB、シグネチャー銀行という米銀2行の破綻と、クレディ・スイスの経営危機に伴う UBS による救済合併、その後の世界的な市場の混乱を経て、少し前に一旦影を潜めていたとみられる景気後退、リセッション懸念が再び高まっている。トレーダーは米連邦準備理事会 FRB の実質的な利上げ打ち止めを視野に入れる状況、中国の経済活動再開やエネルギー価格下落で芽生えた先行き楽観ムードはすっかりしぼんでしまった。へえ、そうなんですか。先行き楽観ムードではないない、リセッションの懸念ということでして、アリアンツグローバルインベスターズのシニア債券ポートフォリオマネージャーマイク・リデル氏は、過去1ヶ月の出来事が示すより大きな中期的構図は、世界経済の成長が向こう半年で我々のほんの数瞬間前の想定よりもずっと弱まるということだと述べた。やっぱし SVB 聞いてるんちゃいますかね。リセッションに関する注目指標を現状を以下にまとめた。1、信用逼迫、簡単に言えば銀行がですね、金貸してくれへんということですね。主要中央銀行当局者はすでに引き締まりつつある貸し出し環境に加え、銀行セクターにかかるストレスが信用逼迫をもたらす可能性がないかどうか、なんか回りくどい買い方してない、要は金貸してくれへんということでしょ。はい、もう飛ばしていきましょう。2、利下げ。利下げは悪くないじゃないですか。経済見通しが悪化するとともに、トレーダーは28日時点でFRB の追加利上げ確率を五分五分の線まで引き下げ、年内の 50BP 超の利下げも織り込んでいると。 0.5 ポイントですね。ECB の政策金利の最終到達点の予想も、今月初めの 4% 超から 3.4% 前後に下がった。逆イールドはリセッションを予告する指標としてそれなりの実績がある。ただ過去においてリセッションが間近になると、イールドカーブはスティーブ化という新たな特徴を帯びてくる。そして今月に10年国債のイールドカーブのスティープ化幅は 40BP ほど、2009年以降では月間ペースで最大だ。3、銀行株。銀行株最近ね、安い、当たり前ですけどね。MSCI 世界株指標の今月初めからの下落率は 0.1% にとどまれて、大したことないやん。年初来では上昇基調を維持している。つまりこの点からリセッションのリスクはほとんど見えてこないが、水面下で懸念要素が蓄積されて、されつつあると。そう、どういうことだ。社債市場ではリスクプレミアムが拡大していると。銅価格、こんなん関係あんの。4番目、銅価格。景気循環との相関性が高いことで知られる銅価格を見ると、年初来ではなお 7% 上昇となっている。だが1月初めの大幅上昇分を一部吐き出したことから、市場には不透明感が広がっている様子や、世界最大のコモディティ消費国である中国の経済活動再開後の需要が期待通り盛り上がっていない状況がうかがえる。つまり中国はですね、ガブ飲みしてたんですね、今までどうもね。
それがですね、この、まあ、一旦コロナでですね、あの輸入がですね、細っていたのがですね、コロナ終わったんで再開するかと思ったら、それほどでもないということですね。銅って割合ね、あれなんですよ、関係あるよう、あるみたいなんですよ。うん、いろんなところに銅を使ってるんですよ、実はね。で、産業インフラなんかには欠かせない資源なんですよ。それがいまいちであると。で、5、サプライズ指数。シティグループが算出する経済サプライズ指数に基づくと、足元では予想を上振れる指標の比率が、昨年5月以降で最も高くなっている以上、経済指標の面でリセッションの警戒信号は点滅していないようだと。うん、大丈夫だ、それやったら。米国とユーロ圏の企業活動は今月に入って加速している。あ、そうなん。ダンスケ銀行の FX コーポレート調査責任者兼チーフアナリスト、クリストファー・ケア・ロムホルト氏は、米国のデータはおおむね SVB 破綻後に集められた。ここからは不確実性がもたらす当初の負の影響がそれほど大きくないことがわかると述べた。いや別にどう、この記事を読んでる限りはですね、今んとこそんなですね、ドカンとした不況がやってくるというふうには読めませんね。この5つの指標がですね、まあちょっとやばそうなのもありますけども、まあそうでもないというのを示しているというのもありますね。だからですね、まあもう今のところ大丈夫かいなという気はいたします。まあこの後でですね、中国の話をするんですけども、アメリカとね、ヨーロッパはね、そんなにね、そのなんていうか、まあ、目先心配するような感じではなさそうなんですけども、私が注目しているのは中国でして、中国、今年実質的にマイナス成長になってるんちゃうんかなと。で、それがどの程度ね、世界経済に影響するかということなんですけども、なんか思ったほどでもないんですよね。中国が経済成長してないとですね、資源価格が軟調になるんで、まあ、それは歓迎ですよね、どっちかっていうと、他の国にとってはですね。で、あとですね、中国への輸出というものがですね、減ってるはずなんですけども、まあ、これもですね、どう言いましょうね、そんな、ここのところ、トランプ時代からですね、ディカップリングって、ね、やってきましてですね、徐々にこう減らしてきたんでですね、急にどうのこうのというのではなさそうな感じですね。でも、じわっとは来てるわけです。中国多分今年マイナス5から 7% 成長ちゃうかなという感じはします。もちろん発表する数字はプラス2とか3とかでしょうけどね。かなり傷んでる感じがします。で、日本経済もね、なんか、まあ、アメリカはね、そんなでもないでしょう。日本経済はいまいちですね、元気ないでしょう。で、このもうすぐ、今日で終わりますけど、3月期の決算が5月からちょこちょこ出てきますけども。まあ、あれですね。今年は減収減益がドドドドドッと増えるような気がします。まあ、もう輸入系企業、特に輸入系企業ですね。で、減収減益が増えて、ですね、不況感が出てくるんちゃうかなと。まあ、儲かってるとこすごい儲かってますけどね。輸出系の企業なんていうのはですね、儲かっててですね、賃上げまでやってますよね。まあ、あんなんほんの一部ですよ。ほんまに。大半の企業はどっちかっていうと減収減益で、そんな賃金言うても上げられへんやんという状況になってるんちゃうんかなという気がします。まあ、今んとこだからね、不況のサインは出ていないんですけども、この先私はなると思う。今年は世界的不況元年やと思いますよ。こんなね、経済の記事でね、エコノミストが書くとですね、あんまり悲観的な記事は喜ばれないんで、どっちかっていうとですね、こう、大丈夫やでっていうような記事になりやすいわけです。これもですね、懸念が浮上とか言うときながら、最終的にはですね、まあまあ、なんとかいくんちゃうかぐらいの、そんな感じに収まってますよね。まあ、これでいくんでしょうかね。まあ、それやったらいいんですけども、はい。
ということでございまして、このロイターのですね、ちょっと地味な分かりにくい記事ですけども、アドレス貼っときますんで、今私半分も読んでませんのでね、飛ばし飛ばし最後まで行きましたけど、アングル、金融不安でリセッション懸念が再浮上、5つの注目指標の現状という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。